開始のゴングになります。レフェリーはニュージーランドのブルース・マクタビッシュさん、ジャッジはオーストラリアのマルコン・ブルナーさんと韓国のキム・ジェイボンさん、そしてアメリカのチャック・ウィリアムさんの3人です。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。さてセレスさん、はい、まず中沼としてはどういうような形で第1ラウンド入っていきましょうか。そうですね、1ラウンドはね、中沼選手見ていくと言ってたんですけど、はい、どうですかね。ちょっと早くもバッティングの注意を受けました両選手です。まあ、共に昨日の計量では112ポンド 50.8キロ、リミットいっぱいで、ちょうどで1回でパスしています。このチャンピオンのポンサクレックとチャレンジャーの中沼です。いいフェイントですよ。まあ、この中沼はこういうフェイントをかけながら出ていくんですよね。そうですね、やはり中沼選手の持ち味ですよね。はい、サウスポースタイルのポンサクレック。赤井さん、はい、まあ、赤井さんは中沼の試合は初めてという話なんですが、まあ、しかしこのこうグッグッとこのですね、軽量級らしからぬこのパンチ一発一発に渾身の力を込めるところね。思い切って打ってますからね。左がチャンピオンのポンサクレック、シルバーのトランクスが挑戦者の中沼。チャンピオンのポンサクレック、左のストレートを伸ばします。サウスポーのポンサクレック、オーソドックススタイルの仲間。あ、左は空振りです。セルさん、まあ、中沼はですね、はい、やはりこの第1ラウンド多少突っかけましたが見ているような印象ありますね。そうですね、多少見てますね、やはりね、はい、ただねパンチは見えてますよね、中野選手ね、うん、はい。まあ、あの三浦トレーナーの話を聞きましても、この中沼という選手は本当に相手を見る目が鋭いということなんですよね。もうトレーナーから見る以上のものを相手から分析してしまう能力があるという話をしてましたが、まあ、セレスさんも国際ジムの先輩後輩としてこの中沼とは何度もスパーリングしていると思いますがね。そうですね、もう数え切れないぐらいね、うん、スパーリングやってますからね、はい。あのポンタクレック選手はね、はい、チャンピオンはね、はい、ああいう風にね、もう波状攻撃ですか、はい、一発で終わらないんですよね。そこの攻撃に気をつけてもらいたいですよね。右のボディですが、あ、これはローブローではないかとちょっと中沼がレフェリーのマクタビッシュさんにアピールしました。足踏んでるってことですね。足踏んだんですか、はい、ただね、ああいうのはね、もう世界の人がみんな踏んでますね。どんどんやってますからね、レフェリーが注意しない限りはね。あ、そうですね、まあ、サウスポーとオーソドックススタイルですんで同じ足が前に出るわけですね。そうですね、足踏んでますね。ポンサクレックが足を踏みながら前へ出ていきます。そして今中野選手、はい、踏み返しましたね。踏み返しました。まあ、こういうところの左のナイスボディです。左のナイスボディが入りました。中野ポンサクレックも右を出しました。あの方で後半切ってますからね。はい、よいしょ、左ナイスアッパー、よいしょ、ナイスアッパーです。中野出ました。よし、右のフックはちょっと空振り。第1ラウンドも残り時間はほとんどありません。ここでゴングです。第1ラウンドが終了しました。俳優としてご活躍中の赤井秀勝さんです。いや、立ち上がりからねすごい迫力ありますね。スリリングですね。これはもうこういう展開で赤沼が中沼がいいパンチをどんどんね、そうですね、決めてってもらいたいですが。そうですね、はい。さあ第2ラウンドのゴングですが、何があったんです。あ、カメラですね。ファイ、第2ラウンドが始まっています。青コーナーの中沼、シルバーのトランクス、一方サウスポースタイル、赤い闘牛マークがありますのがタイのポンサクレック、クラテンデーンジム。すでに8回の防衛を果たしています。 WTC の安定感あふれるチャンピオンです。右を出しました、ポンサクレック。吉田さん、はい、青コーナー中沼サイトですが、はい、まず試合前です、控室に内藤大輔選手が激励したんですよ。それでずっと談笑してたんです、はい、本当にリラックスしてますね。そうですか。そして一つだけ気になる点、はい、足が重いなと何度も言ってるんですね。足が重い、足が重いと、それがちょっと心配です。そうですか。よいしょ、中沼いきなり左のボディ、
四谷さん、はい、一方の、チャンピオンサイドなんですが、はい、試合開始3時間半に到着してたんですけれど、控室を一歩も出ないでですね、来日以来の変わらぬあのリラックスした非常に、柔らかい様子を見せていました。そうですか。で、両足にマッサージをした以外はほとんど体を動かしてないんですね、はい、これがもう本当にいつものチャンピオンだとセコンド陣は話しています。はい、両サイドのレポートは青コーナーチャレンジャーサイドが赤平勝アナウンサー、赤コーナーチャンピオンサイドが小島秀樹アナウンサーでお楽しみいただいています。まあ、赤井さんが先ほどからよっしゃよっしゃと言ってらっしゃいますが、左のボディいいですね、中野はね。今振ってますよ、あのね、チャンピオンは縦の優がうまいですからね、サイドから横から横から横から攻めるべきです。だから、左のあのボディ、あれナイスですね、よっしゃ。今度は右から行きました中野は。少し、ね、大きいですねパンチがね、もう少しコンパクトに行きたいですね、はい。右のダブルです。チャンピオンのポンサクレック、チャンピオンもね徐々にね、中野のスピードについてきてますね、目が慣れていましたね。非常にこのあっといきなり右流れます。しかしここはブロックしています。ポンサクレック、チャンピオンが右のジャブを伸ばします。右から左、いきなり飛び込んでの左です中沼。あのいきなりの左がねやはりやらしいですよね。そうですね。ポンサクレックは過去に8度の防衛がありますが、そのうちに日本人相手が3人います。その3人の防衛のうちの1人が先ほど赤平アナウンサーのリポートにもありました内藤大輔選手です。その内藤選手の激励があったという中沼。中沼選手ね、もう少し手数出したいですね。そうですね、行きたいですよ。やはり序盤はね攻めていきたいですよ。はい、あっとボディです。ポンサクレックの強烈なボディ、右から行きました。ポンサクレックが思い切ってワンツーを伸ばしています。いやパスね、激しい左手の応酬、あれを狙ってますよね。はい、ポンサクレック右のボディ、ここで第2ラウンド終了です。現在40連勝中です。この2敗はいずれも同じ選手に敗れていまして、その後で雪辱しています。まあほとんどフライ級では無敵の世界チャンピオンと言っていいこのポンサクレック、ラテンデーンジム。はい、よしょ、ナイスボディですよ。いきなりいきました、苦笑いをしていますポンサクレック。まあ、中野は第2ラウンドちょっと手数の点でね、小林さん、そうですね、もともと手数の少ない選手なんでね、はい、右を伸ばしますチャンピオンのポンサクレック。左はちょっと大振り、中野は右のアッパーを突き上げましたがブロックしている中野は。ナイスボディ、ナイスボディ、あのボディから、ね、上に返したいですね、はい、右のアッパーブロックしている中野は。右のボディ、これもブロックしています。中野は左を出します。左のフック、中沼右のアッパーを突き上げるポンサクレック、ほとんど足を止めての打ち合い。この流れはね、中沼選手の左フックも当たる可能性がありますからね、はい、右ちょっとこれは大振り。吉田さん、はい、チャンピオンサイドですけどね、左警戒してますね。右のガードとにかく気をつけろって言ってます。そうですか、左から行きましたポンサクレック。中沼ここはパンチを壊して、おっと誘っています。最近はこうやって中沼は相手を挑発する構造をよく見せます。ポンサクレックは乗りません。ナイスボディ、もう少しねまとめたいですね、連動したいですね。まあ、あの今小島アナウンサーからリポートがありましたが、警戒されてもあの左は決めていきたいですよね。そうですね、左を出しましたポンサクレック。そして右、四谷さん、はい、中沼サイドですが、まずは左のボディーブロー、そこをポイントに置いているようです。はい、ポンサクレックの左はブロックしている中沼、飛び込んでの左、左アッパー、欲しいですね、ちょっとわずかに空振りという感じ。今のはねもう左フックからの変化だったんですけどね。そうですね、まあ、あの中沼選手はこのようにいわゆる時間差のようなパンチがうまいんですよね。そうですね、右のアッパーブロックしている中沼、右、中沼の右、中沼左、ポンサクレックが細かいパンチを出します。ボディへのストレート、これはブロックしている。
左、左、ポイント中村に行きたいですね。行きたいですね。やはり手数の点でね、ポイント的に取られてしまいますよね。あっと右は空振り。チャンピオンはパンチ見えてきましたね。見えてきましたね。ヘッドスリップでかわしています。あ、今危ないですね。チャンピオンストレート。中村ですね、少しね、はい、体振りたいですね。右のボディはブロックしている。右のアッパー空振り。中村、ナイスフックですよ。ナイスフックですよ。返しまで返すね。左ボディ、ナイスボディ。ここで第3ラウンド終了です。このあたり共にパンチは有効打です。横浜大阪二元生中継トリプル世界タイトルマッチ、横浜では WBC 世界フライ級タイトルマッチが行われています。第4ラウンドのゴングが鳴りました。セレスさん、はい、まあ、中沼がちょっと3ラウンドポンサクレックにパンチを見られてきたなという印象はありますがね。そうですね、あの、あとポンサクレック選手ね、時折見せるね、はい、あのアッパーとね、左の元々のストレートですか、はい、あれにいっぱい気をつけたいですね、はい。まあ、しかし赤井さん、はい、中沼にはやっぱり手数も出してもらいたいですよね。だからね、あの、ブロックしてガードしてるんですけども、コアな誰がどれだけ効いてくるかというのは問題ですね。そうですね、はい、ブロックはしてますけども。左を伸ばしました。ポンサクレック、でも距離はずっと中沼選手の距離ですよ。そうですね、はい、欲しいですね。今の狙ってましたね。はい、そこで行きたいですね。フルオーバーでね、はい、左、あの左、あの後行きたいですよ、はい、左ブロックしているポンサクレック。左ボディ、中沼左を返しています。ただチャンピオン上手いですね。チャンピオンも上手い。左アッパーブロックしているチャンピオン。右、この右のフックはかわしているチャンピオン。ポイントを取られないようにしっかり打たれたとしっかり仕返してきますよね。このあたりが WBC の世界フライ級8度の防衛というチャンピオンのポンサクレックです。左のフックはかぶり、あっとこれはスリングです。あそこに、ね、水がこぼれてるんですよね。はは、まあ、赤コーナーの大勝利、あのボディいいですよ。あ、欲しいですよ。今の会社の服欲しかったですね。角度的には良かったですよ。もう一回ボディ来てですね、はい、ちょっともらっているか。ブロックはしていますが、パンチはもらっている中沼。しつこいぐらいにね、ボディ打ってきてですね、バンツを出します、ポンサクレック。ポンサクレックの右に合わせるように左、これは空を切っています。左のボディ、ポンサクレック右のアッパーを突き上げます。中野もアッパー。第4ラウンド残りは20秒。中野はね、はい、ボディからね打ちたいですね。ここで第4ラウンド終了です。ペースになりかかっているという印象はありますが、セレスさん、これなんとか打開しないといけませんね。そうですね、やはりね、左のね、はい、ダブル、トリプル、使いながら攻めていきたいですよね。シルバーのトランクス、チャレンジャーのトラッシュ中沼。でもチャンピオンね、相当中沼選手のね、はい、やはり左を警戒してますよね。警戒してますね。ナイスアッパー、今のナイスアッパーですよ。ナイスアッパーです。この調子でどんどん左を決めていきたい中沼。この辺りのポンサクレックのパンチは全てかばしています。右のボディ、これもブロックしている。中沼左、
右のボディ足を使って避けています。中沼宮田にいいですね。赤井さんちょっといい感じになってきましたね、はい、いいですね、あっとこれはローブローではないかとアピールしています。中沼サウスポーのチャンピオンポンサクレッククラテンデンジムラウンドで少し右をね、対応し始めましたよね、はい、右を使っていくとやはりね左もね取りやすくなりますからね、右から左そして右の返しチャンピオン中沼も左のダブルここで行きたいですね、パここで行きたいですね、ナイスアッパーポンサクレックのパンチはブロックしている中沼アッパーあっとブロックの上からも強引にパンチを突き上げますポンサクレック振り回すような右これはもう読まれています。ナイスアップですよ。ジャブを伸ばします。中に入ったナイスボディ第5ラウンド間もなく残りは1分左のボディこの後のパンチが欲しい中沼そうですね、接近してのパンチの応酬ですが右のアッパーをもらっている中沼左ボディ左アッパーブレックも動きが巧みです。ナイスしっかり動きしますよね、ダブルトリプルといきたいですね。いきたいですね。ナイスヒットですよ。中沼はこのチャンピオンは実は打たれ弱いんではないかというふうに言っているんですが第5ラウンド間もなく残りは20秒出を伸ばしましたチャンピオン右は大振りここにつけ入れたい中沼です。右中沼の右ナイスパンチですよ。左ここで第5ラウンドが終了しました。中沼このチャンスを何としてもものにしたいところです。もう死んでもいい全てをかけると話していましたトラッシュ中沼。これから第6ラウンドです。はい右を伸ばしました中沼。セレスさん、はい、5ラウンドまで見てますとやはり手数の点ではチャンピオンの方が上回ってますよね。そうですね。やはりね中盤になってるんで、中野選手ももう少し、はい、手数を増やしてポイントのことを考えていった方がいいかもしれませんね。四谷さん、はい、その中沼サイド、このラウンドから右を使っていくように指示を出したそうです。そうですか。その右を使ってくるのか。中沼上体を揺すって左を飛ばしました。あの右まで行きたいですね。そうですね。吉田さん、はい、一方のチャンピオンなんですが、水の量がですね、かなりラウンド感増えてるんですよ。だいぶ体力がきついんじゃないかと、スタミナ面きついんじゃないかというふうに見てますね。ああ、そうですか。右から左、そして右ナイスボディですね。この辺り細かいパンチが的確に当たっています。チャンピオンのポンサクレック、クラテンデンジムチャンプなんですけどいつもよりもちょっとね、力のこもったパンチが多いんですよね。中野選手が大振りなもんですから、つられてる感じはありますよね、はい、そのためにスタミナの消耗が少しいつもよりも激しいのかもしれませんね。あそうですね、まあ、日本には過去2回来て防衛戦を行ってますがこの寒い季節というのは初めてなんですが、まあ、むしろ寒いというよりも涼しいような感じだとは言ってましたがその自分のペースで試合ができていないとするとそのあたりは中沼もつけるチャンスですね。そうですね、チャンスですよ。右を伸ばしました中沼。右良かったですよ。あっと右のダブルチャンピオンのポンサクレック左アッパー左ボディブロー右左ボディを離します中沼右そして右の返しチャンピオンのポンサクレック
いですね。これはローブローですね。ローブローですね。ニュージーランドのブルース・マクタビッシュレフェリーがローブローの注意を行いました。ナイスボディ。中野の左ボディブロー。ナイスアッパー。あとアッパーが重い当たった。もう一つ行きたい中野。左を伸ばした。右。ナイスアッパー欲しいですね。ちょっと浅かったですね。欲しかったですね。狙いは良かったですよね。はい。接近したのパンチの応酬。中野が左。トミーのアッパーもらった中野は左フック、これもかわしているポンサブレック。ここで第6ラウンド終了です。ボディ一発一発の破壊力はポンサクロレックよりも上と言われています。この中野は後半の第7ラウンドに入りました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦。中野選手ね、いいポイント当たるんですよ、ただね、チャンピオンがねその後に必ず返してくるんですよね。そうですね。そのためにポイントがね、どちらに行くかはっきりとしたポイントを取りたいですよね。はい。チャンピオン少しポンサクレック選手がね、チャンピオンがね、サイドからの攻撃ボクシングをしに来ましたよね。いわゆるファイタースタイルからボクサースタイルへ変えてきたということですね。無理の打ちで避けたいような感じですよね。まあ、この辺り赤井さん、うまいですねチャンピオンはね。うまいです。数字返してきますからね。さすがに8回の防衛、しかし中野もああいうダブルいいですよ、あれも良かったですよ、右のボディも。ここで中野も行きたい、中野も行きたい、ここで行きたいですね。右を伸ばしますがブロックしているチャンピオン。ポンサクレックの右のボディ、中野も左ボディ、行きたいですね。この接近戦でパンチを出したい。うまく上体を揺すっています。ウィービングダッキング、そしてスウェイ、ポンサクレック右のダブルトリブル、右アッパー、右アッパー、あーこの辺り巧みです。チャンピオン二のフック、これはかわしているチャンピオン。吉田さん、はい、チャンピオンはねこの右のアッパー、ショートアッパーをとにかく打っていくと認識が取れます、はい、そのショートアッパーが確実に中沼のアームを捉えています。サイドに回ってのボディうまいですね、チャンピオン。いいですね。ワンツー中沼、あーすぐにチャンピオンがワンツースリーと返してきます。中沼左ボディ、チャンピオンもミドボディ、中野選手がね正面からの内側が強いと思ったらサイドに動くんですよね。そうですね。ナイスアッパー、ナイスアッパーですよ。この後返したいですね。すぐ行きたい中沼、すぐ行きたい、そう左ボディ、チャンピオンも右、あこれまたローブローです。ローブローの注意2回目。左ボディ中沼顔面へ、右アッパー、これはかわしているチャンピオン。ワンツー、第7ラウンドも残り20秒を切りました。今度は足を使った中沼、ワンツースリーといきました。左右入れ替えたチャンピオン、右のボディーブロー強烈です。チャンピオン、あれがポイントに、ね、有効ですよね、見た目がいいですよね。はい、第7ラウンドが終了しました。No more空いてるとこね、よく見てますよね。よく見ています、チャンピオンのポンサクレック。第8ラウンドのゴングが鳴りました。2限生中継トリプル世界タイトルマッチ、まずは横浜の WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンポンサクレック、クラテンデーンジム対挑戦者の
トラッシュ中沼の試合をご覧いただいています。第8ラウンドに進んでいます。中沼選手ね、このくつかつ時ね、回転力が欲しいですね。そうですね、ジャブを逃しながら距離を取ります。チャンピオンのポンサクレック、右のアッパーを伸ばしました。吉田さん、はい、青コーナーの中沼サイド、今のアッパーをおとりに本命は左のフックだと言っていました。したがってあのアッパーよりもその後のフックを気をつけろということなんだと思いますが、接近して中沼左ボディ、この後なんですね。はい、右ブロックされています。デリボディ中沼、体のパワーそのものはね、中沼が上ですからね、はい、どんどん押していきたいですね。そうですね、左アッパー空振り、右のダブルチャンピオン、ワンツー、ワンツーですよ、今のワンツーですよ。この後デリボディ、チャンピオンちょっとこの辺で休んでますからね、はい、これチャンスですよ。左、中沼の左、左ボディ、中沼、頭を上げろという注意です。ブルース・マクタビッシュレフェリー。試合は第8ラウンドに入っています。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、中村ワンツー、いいワンツーですよ、ナイスワンツーですよ。チャンピオンのワンツーを返します。レフリーが、ね、止めてませんからね。そうですね、左、ナイスフックです。聞いてるんじゃないですか、どうでしょう。ここで切りましょう、中沼右、チャンスですよ。残り30秒、左、中沼の左、右アッパーがブロックしている中沼。チャンピオンがパンチを持ってきます。左フック、左のバンフック、ミラパーファイト、激しい打ち合い、ここで第8ラウンド終了です。ナイス。SEC イノベーター具志堅用高、こちらでも画面見てますけど、すごい打ち合いが続いてますね。星野さんいかがですか。僕トラッシュ中野君親友なんで、はい、応援してるんで頑張ってほしいですね。はい、さあ第9ラウンドのゴングが鳴りました。中沼右手を伸ばします。赤井さん、はい、第8ラウンド中沼も少しいい形が出てきました。できましたね。小林さん、ここは一つ中沼も一気に行きたいですかね。そうですね、ここでね、一気に行きたいですね。チャンピオンちょっと弱気になってますからね。はい、ここまで8回防衛している、近年のフライ級では最強のチャンピオンという評価もあるポンサクレック、中沼真っ向から打ち合ってもらいたい。吉田さん、はい、そのチャンピオンですが、中沼のボディが来てもガードを下げないで打ち合えという指示が飛んでいます。そうですか。チャンピオンサイドも打ち合っていけということなんですが、中沼右強気ですね。四谷さん、はい、中沼サイドはですね、チャンピオンが効いていると見てます。そうですか。それをここで決めに行けと、左ボディだ左フックだと言ってますね。はい、そうですね、ゼロさん、そう言ってもらいたいんですが ね、 うすね、もう行く場面ですよね、はい。しかし行きたくても行かせないぐらいポンサクレックがうまいということなんでしょうか。そうですね、手数かなり減ってますよ。はい、チャンピオンのポンサクレック現在40連勝中、8度の防衛を誇っています。 WBC 世界フライ級チャンピオン、中沼は左ボディ、ナイスですよ、いいですよ。中沼ここでね、畳みかけですね、そう持ってきたいですね。あーっと、チャンピオンの右のダブル、中沼
しよし、いいよしよし、右ボディ、よしよしよし、上段を上げてきた、上段を上げてきた、上段を上げてきた、改めてマクタビッシュレフェリーが頭を上げるようにという注意を行いました。ボディから顔面、中沼左モンサブレックのワンツー、中沼パンチを返す、左アッパー、右のダブルトリプル、チャンピオン徹底して右を出してきます。チャンピオンです。中沼の左を返す、右のアッパー、右のアッパー、右のアッパーって3連覇ですね。そうですね、中沼強烈な左フック、大好きですよ、ここに手前さ、さあ中沼チャンスですよ、中沼チャンス、あっとまた右アッパーをもらった中沼、中沼の左アッパーを出した、場内大歓声、第9ラウンド残り10秒を切った、それ 引いていきませんよ、右中沼左、すごい打ち合いです。第9ラウンド突き上げますが、中沼も負けじと左アッパー、さあ残るは3ラウンド、この試合に全てをかけるトラッシュ中沼、第10ラウンドのゴングが鳴りました。このね、10ラウンドから3ラウンドはね、本当にいい勝負ですよ、はい、左アッパー中沼、チャンピオンも左を出しました。大丈夫ですよ、ワンツー、心なしかこのポンサクレックのワンツーも迫力がなくなってきました。そうですね、スタミナを、ね、かなり消耗してますよね、左ブロックしています中沼、ワンツー、おっとこれはちょっと強烈か、中沼も手を出したい、チャレンジャーの中沼、左アッパー、トリプル5連発ぐらい出してきます、チャンピオン、パンチはブロックしている中沼、ジャブを出しながら前進する中沼、細かいパンチはチャンピオン、左のボディ中沼、右ボディ、パンチを出しながら出てくるチャンピオンのポンサクレック、セレスさん、行ってもらいたいラウンド、しかしまだ行きませんね。いや、ポンサク選手ね、うまいですよ、うまいですね、無理にね、打ち合わせにね、回す回すようにね、そのラウンドしてますよね、左、中沼、明らかにチャンピオンね、ポイントを意識してますよね、はい、中沼はプロなんだから面白い試合をしなければつまらないでしょう、私は絶対面白い試合はやると断言しますと言っていました。その中沼、なんとか打ち合いに持っていきたい、ここからですよ、ここからですよ、さあ中沼10ラウンド残り1分を切っている、これ回転でいきたいですね、左アッパー、本作レックを出しますが、チャンピオンの細かい右もらったらダメですよ、細かい右、そうですね、左引いてなくてもポイントに繋がりますよね、そうなんですね、細かいパンチを出します、チャンピオン、見えるじゃん、来ましたよ、中沼右、危ないですよ、チャンピオンのワンツーをもらいました中沼、中沼、正月三が日の世界タイトルマッチは24年ぶり、24年前は中島茂雄選手が見事にライトフライ級のタイトルを獲得しています。
中沼それにあやかることができるか。残りはあと2つのラウンド。さあこの後は中沼の強打が炸裂する以外にない。さあ中沼に行ってもらいたいですね。行ってもらいたいですね。チャンピオンはねもう勝ってると思ってね、アウトボックスしに行ってますからね、ワンツーを伸ばします。中沼はもう行くしかありません。右、中沼の右、いいですよいいですよ。その後左目返したいですね、左目返しましょう。右のボディ、右のボディ、チャンピオン、そういいですよ。左、中沼左、左アッパー中沼、チャンピオンも右を返します。この距離で行きたいですよ、回転行きたいですよ、回転で、チャンピオン相当上がってますからね、四谷さん、はい、青コーナー中沼サイドですが、はい、さっきのラウンドのダメージはないと言っています。そうですか。それでこのラウンドなんとか倒しに行けと言っていました。そうですか。中沼サイド赤平正郎アナウンサー、そしてチャンピオンサイドは小島秀樹アナウンサー。おあーっとここは連動もらった。ただねその前その後にね、中沼選手の左フックも当たりましたからね、当たりましたね。予想以上の中野選手の左ボディが効いてるのかもしれませんね、効いてるとは思うんですけどね。右を伸ばす中野は、ナイスアッパー、チャンピオンのワンツースリー、左のストレートがボディへ。中野の場合どうしてもこの大振りは指摘されるんですが、これが中野の持ち味でもあります。そうですね、その豪快なボクシングがね、中野選手の持ち味ですからね、左ボディ、チャンピオンが細かいパンチを返します。うまくクリンチで逃れましたチャンピオン。11ラウンド残りは1分、左飛び込んでの左中沼、ボディいいですよ、あのボディいいですよ。しかしその後チャンピオンがパンチを返します。ジェヘン、ブレイク、右を伸ばしますチャンピオン。残りは30秒、第11ラウンド、中沼なんとしても積極的に打って出たいんですが、チャンピオンの細かいパンチが中沼を捉えている。右ボディブローチャンピオン、焼き畑農業は自然と共生可能な農法です。しかし泣いても笑ってもあと3分間の戦い、今放送席の採点を見ますとセレスさんは3ポイントぐらいポンサクレック、中井さんは中沼1ポイント有利というふうに読んでらっしゃいます。さあ最終ラウンド、味方ですよね、あのちょこちょこしたパンチを取るか、あの豪快なボディのクリーンヒットを取るか、ただあの中沼の立派なのは前に前に前に出てますからね、挑戦者らしいですよね、いや素晴らしい相手ですよ、最終ラウンドまでね、あの気持ちできてますからね、このラウンドなんとか爆発してもらいたいですね、吉田さん、青コーナーの中沼サイドですがポイントについて、4ポイント5ポイント負けてるだろうと言ってます。あそうですか、コーナーではそう見ているようです。吉田さん、一方チャンピオンサイド4ポイントは確実に勝ってるだろうと、でとにかくまだパンチが中野もあるんで、1箇所にとどまるなという指示を与えてます。あなるほど、小林さん、やはりチャンピオンは中野のパンチは警戒してるんですね。そうですね、やはり、その分攻めきらない分中野としてはやりづらいですよね。そうですね、まあ、この辺りが8度の防衛記録を持っているこのポンサクレックのチャンピオンたるゆえんか。そうですね、やはりその試合の途中で途中で流れを変えてきますからね、ここでねもう中野選手いってもらいたいですよ。いってもらいたいですね、なんとかきっかけをつかむパンチを決めてもらいたい、中心の左をね一塁ともらいたいですね、
チを的確に決めてくるチャンピオン中野マン、ここチャンスですよ。右アッパー、うまくクリンチで逃れます。チャンピオン左を伸ばした。チャンピオンのコンサブレック、クラティンデインジム、左のフックは空振り。中野マン最終ラウンド、残り時間がだんだん少なくなってきます。もう完璧にチャンピオンも守り入ってますよね。入ってますね。下から行きたいですね。下から行きたいですね。下から上に返したい、返したいですね。なんとかチャンスをつけたい。右のフック、ナイスポンチ。だから右フック、ブレイク、ブレイク。右を伸ばした中野マン、ブレイク。You hear that? チャンピオンのワンツー、左から右、中野マン。チャンピオンも細かいパンチ、ブロックの上からも手を出してきます。左のボディ中野マン、左ボディ中野マン、ナイス。さあ回転に期待する。もう手数で待つチャンピオンです。もう手を止めに行きたいですね。そうそうそう、よし、よしですよ。懸命にパンチを出します。ブレイク、ブレイク、ブレイク。試合終了です。 WBC 世界フライ級タイトルマッチは判定に持ち込まれました。いや、放送席の採点だと、まあ、小林さんはチャンピオン有利、そして赤井さんはわずか2ポイント中沼、中沼ですね、果たして公式採点はどう出ますか。判定を待ちたいところです。すでに8回の防衛を果たしている WBC 世界フライ級チャンピオンのコンサクレック、クラティン・デンジム。日本にフライ級の久しぶりのタイトルをもたらすことができるかと期待されている中沼、判定を待ちたいところです。小林さん、この中沼の表情はどうですか。満足ですかね。いやー、しかし練習しきれてない。しかしでも素晴らしいファイトしましたよね。そうですか。やはり挑戦者はね、やっぱ攻めないとね、はい、いけませんから、それをね、どんどん見せてくれましたよね。はい、ただチャンピオンのうまさというのも出てましたね。そうですね、戦い終わって両選手笑顔です。ただこの最低ね、味方ですよ。はい、ジャッジはオーストラリアのマルコム・ブルナーさん、韓国のキム・ジェイボンさん、アメリカのチャック・ウィリアムさんの3人です。採点は10点砲、いわゆるラウンドマスト方式で10対10というラウンドはありません。さあ、どうでしょう。ジャッジ・ブルナー116対112、ジャッジ・キム116対113、ジャッジ・ウィリアムス115対113、勝者赤コーナー本作レッククラディン・デンジム。お聞きいただきましたように、三者ともにチャンピオンのポンサクレック、クラティン・デンジムです。これでポンサクレックは9度目の防衛に成功ということになります。強いチャンピオンですね。強かったですね、あの細かいパンチが。そうですね、やはりあの途中から、引かないときは引かずに、はい、少ししっかりポイントトリックとか取りに行って、やはりあのなんていうんですかね、年が若いですけど老快なボクシングをしますよね。そうですね、日本人は浅井、内藤、本田と3人、まあ、防衛相手として選んだわけですが、これで日本人は4人目の防衛相手を見事退けたと。ただね、いうことになります、はい、今までの日本人の挑戦者の中では一番の接戦でしたよね。そうですね、はい、あ、これはお姉さんの久代さんです。勝ちましたポンサクレック選手にテレビ東京高橋邦彦、まあ、第2スポーツ部長より勝者トロフィーが贈呈されます。そしてお父さんは大酒飲みで大変苦労しました、この中沼兄弟。まさにお姉さんと頑張ってここまでやってきたわけですが、まあ、小林さんもその辺の仲間のことはよくご存知でしょう。そうですね、まあ、もう10年以上の付き合いですからね、ただよくやりましたよ。そうですね、惜しくも世界タイトル獲得の夢はなりませんでした。中沼、ご覧のように3人の公式の採点をスーパーでご覧いただいています。まあ、お姉さんは涙が止まりません。まあ、しかしチャンピオンのポンサクレックはさすがに見事なチャンピオン、まあ、これ本当にセレスさん
フライ級のあるいはこれ歴史に残るようなチャンピオンになっていくんじゃないでしょうか。そうですね、本当なんていうんですかね、あの隙がないというか、穴が少ないチャンピオンですよね。そうですね、あの WBC ではあのユーリ・アルバチャコフも9回の防衛を果たしたんですがね、それに並んだことになりますよね。まあ、タイでは戦争プルンチットが WBC